ついに来たウイレアプリ神ガチャの時間です。いや、私はあのサッカーはしたことないし、見るだけウイレするだけのにわかなんだけど、もうね、今回のウイレがもう熱いの。なんといってもね、俺がもうこの愛してやまない一番好きなキャラクター、一番好きな選手が出るの。今回ガチャがね2つあって、1個はこの週刊 FP ってやつか、もう1個はこのヨーロピアンクラブっていうヨーロッパで活躍した選手が出るやつだよね。で、大体みんなこっちのヨーロピアンクラブ、このヨーロピアンクラブのガチャを引くと思うよ。で、ここのムバッペとかね、ムーブアッペ、エムバペ、エンバペみたいなやつを引くと思うんだけど、俺は違うんだ。こっちの週刊 FP、 この中に俺の一番好きなキャラクターがいる。ちょっとまあどれが好きかはね、多分みんな分からんと思うから、ちょっと今から選手言っていくから当ててみて。じゃあ右下から言うね。右下からモハメド、ボアドゥ、ファウジグラム、ロビン・ゴセンス、ダビド・ルイス、ルーベン・ディアス、ゴレツカ、ドンナルーマ、ロドリゴ・デ・パウル、ギャレス・ベイルえ、ルカク。さあ、この中にいるんですけども、いや、まだみんなわからんと思う。どれが俺の好きな選手かわからんと思うけ。じゃあ、行っていきたいなと思います。はい、こちら。ギャレス・ベイルでございますよ。はい、もう左利き最強、左利き、利き足をとにかく愛した男、そしてプロサッカー選手兼プロゴルファーというね、このギャレス・ベイルさんの、いやー、もうこの最近の活躍ね、本当に何でも活躍がすごいの。本当にこのサムライヘアといいね、もう本当に欲しい。俺もうこのキャラクターでこの選手が一番好きで、もうなんとしてましたい、もうなんとしてましたい。このかなり上がった力、決定力にキック力に上がり、スキルも多いというね、シュート系が多いという、このロングスルーも入った、もう素晴らしい、もう絶対に手に入れてやる。いや、まあ正直ルカクとかドンナルンマとかも、ルカクとかドンナルンマもね、捨てがたいんだよね。ドンナルンマ持っとんだけど、今回のドンナルンマが一番強いって噂やし、このルカクのこの上がり具合、ただでさえ強いのに決定力も上がり、このフィジカルも最強っていうね。いやー、欲しい、正直それも欲しいけど、いや、ダメ、2頭も3頭も追うものは1頭も選んからね。もうベイルだけを望みます。このガチャ3回しかできんから、ベイルだけを望みます。さあ、行こうか。3回しかできんガチャ、1回目来い、ベイル、とりあえずベイル、頼む、来い、イングランド、いいんだよ。右足は絶対違うのよ。え、誰だ、待って、この顔は誰だっけ、この顔がもうピンときません。にわかなもんで、ルーベン・ディアスか。なんだろうな、まあ、1回目だし、まあいいよ、まだいい、まだ2回もある。待って、変なガチャ来てる、待って、バルセロナのガチャ来てんの、ちょっと待って、こっちも魅力でも今は関係ない。よし、2回目頼むわ。まず左足が出らんことには始まらんのよ。ベイルのあの最強の左足が今限りはもう始まらんのよ。頼む、マジで左足、いいけど、右じゃん、また右じゃん、髪型、違うのよ。いや、違うんよ、君。まず左足を出してって言ったよね、ダビド・ルイス。いや、まあ、確かに、このね、ディフェンダー、センターバックは結構貴重って言われてますよ。結構パス数値がすごい高いみたいな。パス能力がすごいね、君って言われてるけど、違うのよ。右足じゃないのよ。え、マジ頼むって。本当に頼む。あと1回しか引けないの。マジで、お願い、俺のベイル来て、お願いします。左だけど。
しゃー、やったやったやったよ、ゲスプレイ来た、やったやった、よっしゃ、よし、うおー、